はい、皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾の福田コーチです。今日の動画ではですね、キックのプロが教えるキックの上達法っていうのをこの動画でご紹介していきたいと思います。この動画を見ている方はきっと、うまくボールが蹴れない、強いシュートが打てない、ボールを遠くへ飛ばせないっていうような悩みを持った方がこの動画を見てくれていると思うんですが、大丈夫です。この動画を見ていただければ、必ず、キックは、上達すると思うので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速やっていきたいと思います。ご家庭に一つはあるであろう、このマーカーを使った練習をやっていきたいと思います。このマーカーの上にボールを乗せてインパクトをするだけ。このようにマーカーの上にボールを乗せた状態でボールを蹴るっていう単純な練習になります。一度やってみます。はい、では早速この練習のポイントを3つ解説していきたいと思います。まず1つ目は、ボールを蹴る瞬間だけ力を入れる。でどこに力を入れるかっていう話なんですけど、必ず踏み込む、この軸足を強く踏み込む。まずこれが1つ。そして蹴る瞬間、ボールにインパクトする、この当たる瞬間に力を使う。この時に足の指は力を入れれば丸まるので、そしてつま先が下向きになるように足をボールに対して当ててください。それができたら、あとはボールを蹴った後、軸足と自分の体が前に移動するようにしてあげると、ボールを遠くに飛ばせたり、ボールへちゃんと力が伝わったり、強いシュートが打てるようになるので、ぜひ意識してやってみてください。はい、それでは今言った3つのポイントを意識して最後やってみたいと思います。